こんにちは、チョメです。今日はライフ1、HP1 のやつをやっていきますね、ゲーム。その昔、HP に頼らない伝説の勇者がいた。世は暗黒時代。勇者イッスンは世界を牛耳る魔王との戦いに向けて今旅立とうとしていた。さあやっていこう。なんか気になったからね。フォレストシティ。何これ？キャー！なんかいいよね、このマップとかの作り方とか。なんかいっぱいおるよ、なんか。誰か助けてくれ。なんか BGM がないな、音楽。大丈夫かな？ケケ、なんだお前は。あ、いきなり始まった。音とか大丈夫かな？じゃあ、これは、一寸見て。これ HP が1なんだよね。じゃあ、これは前列技使う？あ、これはまだ使えないんだね。じゃあ、攻撃。大丈夫かな、これ。死んじゃうんじゃない？だよね。大丈夫。死んじゃうんじゃない？大丈夫なんだ。守られてるのか。え、どんな攻撃を。あ、最初は000みたい。3回攻撃されるけど、000。ちょっと音の調整をしよう。一寸の勝利。大丈夫かな、音。お前はまさか、伝説の勇者。伝説の勇者だったみたい。あ、何？村長の屋敷。いやいや、危ないところでした。勇者様には何とお礼を言ってよいか。大した敵ではなかったからよかったよ。しかしこのところ頻繁に村や町が襲われているようです。このままではいずれこの小さな村が廃村になってしまうのも時間の問題。あなた様は聞くところによると富士の一寸と呼ばれている。あ、でも HP1 でもさ、無敵やったら最強だよな。 HP 多くて弱いやつよりは。勇者様、助けていただいた上にこのようなお願いするのもおこがましいのですが、どうか魔王の親玉を倒してきてくれませんか。退治ね。魔王の親玉は魔王だな。魔物か。魔王の話はいろいろ聞いている。最近活発に動いているようだ。ちょっとこっちじゃなんとか抑えられないか考えてみるよ。なんとありがたいお言葉。一寸様は世界的に貴重な勇者。何これ、ユーメリの勇者の一人だということを聞いております。合ってるかな。ぜひとも魔王の件よろしくお願いします。これはささやかなものでございますか。一寸はタブレットを5個もらった。え、何タブレットって。魔王は大陸を渡った東の島に、東に行けばいいんだね。北にあるね。あ、なるほどね。まずは北に行った方がいいね。だから北行きます、北。ちゃんとね、指示。お、いいね、この、なんて言うんだろう。見た感じ。あ、HP を50回復する。これ意味ねえじゃん。これ売って使うか。HP1 やからね。オプション。あ、オプションこうやって BGM 変えれるんか。40ぐらいにしとく？まあ、調整しながらね、やってます。実況だからね。これ、ゲームエンドはダメだな。これはなんていうの？あ、これでステータスを見れるってことね。ちょっと一応見とくか、最初やから。はあ、なるほど。いろいろあるね。回避が 1%。運が悪かったら当たるってこと？どういうこと？最強装備。スキル。スキルはさっき見た前列技のこれと。まあ、タイトルへとか。あ、自動セーブなんかな。セーブ画面がないよな。どっかにあるんかな。じゃあ行くか。これ随時じゃダッシュの方がいいかもな。村長はもともと勇者だったそうですよ。今は見る影もないですね。オンにしとか。あ、何これ、服が開いた。あ、スターターソードを手に入った。昔はメイドも自衛団に入って戦っていたそうですね。 だからこんなほのぼのとしたゲーム実況になります。お、魔導士の書を手に入れた。何か料理本があるけど、今は興味がない。ここベッド上がれるっていうのはびっくりしたな。カーテンを開けれるよ、これ。いろいろ調べられるって楽しいな。この辺とかあるんじゃない？だから調べるの大事やな、やっぱり。急いで、実況的には早く行きたくなるけどね。あれやな、カビが生えてるわ。まあ、生放送しようかと思って悩んだけど、お、これ右側どうやって行くんだろう。出発の前にちょっと隣のイカロス自衛団に顔見せておっかな。おい、ちょっと右下の部屋入れんかな、ね、結局。ちょ、樽も気になる、樽。巨大な石。お、なんか手に入って227ゴールドか。じゃあ行くか。自衛団って時給いくらなのかしら。ねえ、知ってる？いくらなんだろうね。じゃあ入ってみるか。壺も気になった、右。セーブがどう？スライムだ。まざまざ。かわいいね。襲ってくるかと思った。まあこうやって物あさりは大事。いろいろ調べとこうね。
ほうほう。あ、なになに、クエストについて正面の受付から受注できますよ。なるほど、クエストとかも受けれるんだね。これ案外さ楽しいな、このゲーム。どん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 ステータスとかは上げれるみたいだからね。はい、もう大丈夫です。実況しなかったけど、うん、盗賊の鍵は結構使えるらしくて。あー、なるほど、鍵は大事だよね、最初手に入れるの。コーヒーが飲みかけたる。よその世界じゃ経験値ってものがあるらしいな。そんなゲームじゃあるまいし、すごいよく、まあね、こっちの方がね、インパクト強くてやるきっかけになったからよかったと思う、普通の RPG よりはね。ほうほう、なるほど。で、実況 OK って書いてあったから実況しましたわ。あ、ここね、正面玄関って。はーい。なんか音符が出てる。あ、久しぶり。初めてだけど。ふんふん、魔物が増えてたね。さっきもコウモリみたいなのがいっぱい街に来てたわ。はいはい、一応規則で戦闘基礎、あ、戦闘一応受けよう。それは場所を移しますね。さっきなんかいきなり戦闘始まったけどね。おお、何、パンダだ、よく来た。今回戦闘の基礎をレクチャーする師範のグレックだ、よろしくだ。あ、グレックさんよろしく。う、うん、パンダ。聞いたところによると、お主有名な勇者の末裔かな。まあここでの内容は聞き慣れたばかりかもしれないが、初心に帰るつもりで学んでくれればいいぞい。う、うん、この文章もいいよね、この独特な文字。でも実況的に読みにくいけどすごくいいわ、このなんか全体的にね。ダンジョンの敵は大体のやつがこういう感じでエリア内を歩き回っておる。そして大体のやつは敵を見つけて、あ、ぶつかったらエンカウントって感じかな。どんな魔物が出てくるかは実際に戦ってみないとわからんが。なるほど、だからやばい時は逃げればいいんだね、当たらなくて。そして中には明らかに様子が違う。あ、なるほどね、色がちょっと変わってるって感じか、ちょっと強いってことかな。じゃあ次は戦闘じゃな。うん、そうだね、戦闘。あ、スライムちゃんが来た。お手伝いのユニオンと言いますにゃ。早速さっき攻撃したなんか MP みたいなのが溜まってたよね。戦闘の基礎は押しながら引くことにゃ。え、どういうこと。うん、前衛と後衛を、あ、自分は後衛の方がいいよね。チェンジ。あ、後ろ下がった。これは使うの SP。 いや、使わんのか、何回もできるんかな。だから今40溜まってるよね。じゃあ後ろ技ある。後列技、後列技覚えてないね。で、防御なんだね、コマンドが変わってきたね。なるほど、後衛は防御とかだわ。じゃあこれずっと防御でいいんじゃね。うん、逆に後衛全体攻撃なんかを除いてほとんど攻撃対象にならないのに。いや、あー、なるほど、全体攻撃は食らうって感じかな。ゼロだからもうこれはね、チェンジして、あの前に出て、あの倒すしかないな。攻撃ユニオン、チャージ攻撃とチャージ防御はそれぞれ使うと、これ TP を貯めることができるんや。溜まってたよね。基本的にこの TP がないと全員技使い物が多いから、 TP がないときは積極的に使ってみるといいんや。はい、ゼロ。おお、お前いっぱい攻撃してくるな。ゼロ。なるほどね、技を使わないと勝てないって感じにしてんのかな。竜族に巨大なダメージを与える。富士のものに、あ、これじゃねえ、じゃあ強いから富士だから基本的な部分は以上に、あ、攻撃させてくれないな。ふんふん、重要なこと、防御や敵からのダメージを1回半減するには1回。一見大したことないように見えるけど、これは特に上級者にとってかなり有効な、あの防御した時ってことか。なるほど、はい、そんじゃまたね。ちなみに前衛後衛はメニュー画面のフォーメーションから同じキャラを2回選択することで、あー、なるほど、うん、はーい、わかりました。おっと、忘れるところだった。たまにこういうやつがダンジョンにいるとき、あ、星がついたやつ、耐え打つことは世間でレベルアップをすることが、うマジで HP 上がらんと思うけどね。なるほど、だから限定でおる感じやな。うん、システム的には1回倒したらもう復活しないって感じのシステムで できてるんだろうね。ゲームシステムの目。今後各地域のイカラス自衛部隊ではクエストの登録ができます。ほうほう、また一部のダンジョンでは入るたびに進行具合によってイカラスから報酬が出るようになりました。やばいぞ、このゲーム面白いぞ、結構やり込み要素があるぞ。今はまだ小さい支部ですが、将来的にはもっと大きくして。なるほど、そうか、期待してるよ。あ、ところでダンジョン攻略などサバイバル道具をお持ちですか。サバイバル道具、はい、ダンジョン内では通常のアイテムチェストのほか、採掘や植物収集で手に入るアイテムがたくさんあるのですが、それらを手に入れるために専用の、あー、袋みたいな感じか。
そこにいるおじいちゃんから、ああ右下のおじいちゃんか、聞いてみるか。分かったよ、考えてみるよ。さて挨拶も済んだことだし、あとは北の城へ行くだけだけど、とりあえずそこのじいさんに一声かけるのと、あとセーブ場所が見つからないはいはい、これは右手の手配書。あ、なるほどね、団長によるって感じか。ふんふんふん、1、10、100、1000万、2万、対応レベル。あーなるほど、結構、あ、さっきのスライムだねこれレベル10。なるほどね、あ、手配書は手に入ったんだ。これは関係ないクエスト。おじいちゃん話しかけるか、まずこれを調べて。おいじいさん、サバイバルについて詳しい聞いたんだが。わしかい、わしはそうじゃぬ、詳しいかどうか言われても、まあ詳しいかの。ふんふん、教えてはいはい、今回は基礎だ、基礎だね。お、いろいろあるね。なるほど、かわいいな、なんか。はいはい、自分のサバイバル能力にあるならどうする。いや、ちゃんと聞きます、ちゃんと実況だからね。はい、1回ずつ。メニュー画面にセーブコマンドやパーティー編成がないことが気づきましたよ、すぐ探しちゃったよ。そういったところはこういう袋像を使うことが、あ、これ聖剣伝説と同じかな。左が銀でただセーブができる、右の金みたいなやつは全回復するんじゃないかな。うん、あ、ほらね、パーティー回復ができるようになっておる。赤い方の像はただで体力回復ができるから、なかなか置いてない。そうそう、なんか聖剣すぎを思い出したわダンジョンではこのような階段や単なる矢印のものが、なるほどね、次の階層みたいな感じか。だから潜っていく感じかな。次ワープかな、脱出ワープか。なるほど、ダンジョンから抜け出すって感じだね。うん、アイテムを持ち帰る感じか。 寝てないよ、真剣に来てる、聞いてるから大丈夫だよ。ダンジョンにアイテムが入ったアイテムチェストの他に、ふんふん、あー採取って言ってたねさっき。だからこれで武器とか作ったりするんかな。専用のピッケルやシャベルを使うと手に入るってね。今回特別にそのピッケルとシャベルを、お前主はやったぜ、話聞いといてよかった。じゃあちょっとやってみるか。あれ多分回復薬だろうな。一定回数使うと壊れることがあるんじゃが、その時は、あーなるほど、修理したら使える感じか。だからね、 HP 回復薬は仲間に使ったりとか。じゃあ使ってみるよ。はい、あれ使えないよこれ、装備するのこれもしかしてアイテムで使うのかな。ちょっと待ってね、マスターソードはある、大事なもの。あれどうやってやるのこれ、ちょっとセーブしとくかセーブしとこう。実際はセーブ場面が開きます。ちょっと待ってさ、今セーブできないよあーなるほど、ダメなんだ。はいはい、あ、戻れなくなる、脱出しますか。多分もらったんじゃないの。あ、こっちのアイテムも、あ、なるほど、こっちに入ってるのか。ちょっとくらっちゃったわ。あ、手に入った。お、玄米、シャベルが壊れた。あ、これで修理するみたいな感じかね。巨大な石を手に入れた。案外ここで使わん方がいいな。もう一回使ってみる、巨大な石。ここちょっと取っとこっか、これ一応アイテムね。回数とか書いてある、これ大事なもの。あ、残り使用回数20分の1とか書いてあるわ。これ壊れている、ここでは拾わんようにしようか。いや、まあいいわ、あと修理しようじゃあバイバイおじいちゃん。あれダメだ、抜け出せね。あ、もういいよ。あ、ちょっと待ってにした方がよかったかな。いや、ちょっと待っても同じか。いや、これはやり込み要素があるぞ。じゃあちょっと最後調べよう。はいはい、環境省からのお知らせ、近日の出来事、大きな問題はなし。じゃあね、またのんびりね、調べていきます、いろんなところ。ここは徹底、さあ袋を探すぞ袋を。今日はもうね、出るまでの実況にしよう。あー、ちょっと待っちゃったってすぐ出れてよかった。壺調べよう、大丈夫、218ゴールド手に入った。この辺は大丈夫か。女の子、ん、俺かい、俺かい、男の子だったどう見ても男かここ入れない、入れないか。セーブ場所探してるんだけどないな。タブレットはあれだね、回復だね。ローディング、これ教会かな。最近魔物の動きが活発になっているようじゃな。全くなんとかならんか、コクコク寝てる寝てる。これは神父さんか、梅干しの種か。なるほど、この辺からいろいろ盗んでやろうかこの辺なんもないかな。
うん、なさそうだね。一応調べるか。全部ないね。この暖炉はない。ベッドは関係ない。毒消し草が入った。毒消し草が1個手に入ったぐらいかな。じゃあこの子、悲しいことに最近は魔物との紛争の影響で孤児が増えているようです。あー、それはちょっと現実でも結構あるからな。出入り口にあるんかな。とりあえずセーブしたい。不安です。セーブせいや。ここなんか通れそうだね。でも今日はもうこの町の探索やで、次回はちょっと旅に出てみよう。猫ちゃんが俺、魔王軍の勢力には四大精霊が味方についてるらしい。マジか。その四大精霊こっちの味方にしていくんじゃね多分。あ、旅人の服、これまとめて最後装備しよう。かわいい、かわいい、寂しがりやろく。そう、秘密基地とかやってたらこれなんか通れそうだよね。爆弾みたいなの使って、ただのそういうデザインなのかな。あのメタ発言すると、ここは嫌だ。あ、袋折ったわ。ここでセーブしよう。とりあえずセーブをします。プレイ開始。もうちょっと続きます。鍵がかかっている。まだ回転してないようだ。このね、外に、ここの街が終わったら実況終わりですけど、猫ちゃん。うん、インフォメーション。よければ行きたいところまで案内します。あ、こうやって飛べるんだ。いいね。入ったらすぐ行けるって。うん。じゃあ、ここにちょっと見張りを立てといた方がいいんじゃない？これがあれだね。防具屋かな。へい、らっしゃい。購入する。あ、道具屋か。何これ。味方を復活させる石か。うん。この辺は取れるわけないよな。この辺はダメか。何これ、防具か。ここも、あ、何もないね。はい、武器。あ、ピッケルの種類500500。マジか。あそこで使わんかったらよかった。これはまあちょっと置いとこう。まあでも素材売ったらどうなるんだろうね。あ、じゃあからさっきの巨大な石とかどうなんだろう。売れないのか。こっち売れない、これ。あ、売却する、あった。アイテム、巨大な石何個で、何円で売れる。1個5ゴールド。これ修理しても逆にお金が取られちゃうの。ここで修理して巨大な石とかだったら最悪だわ。500ゴールド払ってから50ゴールドぐらいしか回収できんかったら意味ないぞ。だからさっきのあれだな、やっぱチュートリアルで1回だけやってほじっとった方がいいね。ポイントちょっと失敗したな。まあ実況的には美味しかったか。高いよ。いくらか分かんないけど、まだ戦闘行ってないから分かんないけどね。お金の価値がどんぐらい手に入るかっていうのがね。スターターソードなんかいっぱい手に入るな。魔導書の書も手に入る。あ、仲間がいっぱいおるからか。そうだね、武器もいっぱい手に入った方がいいね。よし、泥棒しまくってるけどな。これね、あれなんだろうね、ここに泊まった人たちが忘れていったんだろうね。じゃああとちょっとかな。あ、階段、上り階段もある。ここの民家のやつは戻れるって感じだね。この子は床に毛がたくさん落ちてるわ。もうペット入れたのかな、ペット。時計もある。技の秘伝書。いやー、旅人の服出ましょうか。ここ、あー、いいね、ここ。結構今回のお気に入り。なんかすごい不思議な感じの家で好きだわ、こういうの。以上かな、今回は。うん、以上っぽいね。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回、街の外に出ていきます。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。ありがとう。あ、こんにちは、チョメです。終わろうと思ったけど、これ右下見て、これタンスかと思ったら、ドアだった。これ話しかけて終わろう。はい、ここ最近は。まあね、ここを調べて終わろう。あ、通れないね、ここ。なるほど。だから右下の女の子には話しかける。で、あと、アイテムあるでしょ。武器、防具。これをちょっと装備するわ。これで最強装備。アイアンバングル。あ、なるほど。スターターのやつとか、あれか、関係ないんか、これ。駆け出し戦士のような剣とかね。じゃあ本当に終わります。ありがとう。失礼します。